管理サーチインスチュートに関連して東京大学の中井様ですね、と本部国際企画課の中井様と早稲田大学の文人井上様、井上課長ですね、総長室に、お会いしましたすみません、簡単にちょっとぜひご説明を、この USIJI に関して、USIちょうど1年半ぐらいになりますが、5つの大学、東大、京大、早稲田、慶応、立命館の5つの大学で、作ったワシントン DC に作った NPO US Japan Research Institute です。もともといろいろ各大学でこう動きがある中でですね、こういう5つの大学で集まって、しかも海外に拠点を作るというのは非常にユニークな考え方だと思いますし、今日本はどちらかというと経済的には中国とかあちらの方に目を向けていますが、やはり日米というのを基準をきちんと持ちつつ、それでは日米関係だけの研究をするのではなくて、やっぱりグローバルな課題、いろんな問題、気候変動も含めて、気候変動、金融、経済、政治との関係もあるんですが、そういったものをですね、日米を基軸に、研究を発信していこうと。で、特に日本は発信力が非常に弱いと言われていますので、その辺を強化していくのと同時に、今のちょうどセミナーなんかはどちらかというと人材育成のポイントになると思いますが、若手研究者もこういったところにこう出してですね、大学ですが人材育成を進めていこうと、その研究と人材育成、この大きな2つの柱、あとはコミュニティの形成、この3つを今キーワードで進めています。ありがとうございます。で、ちょっといくつか質問、すみません、NPO 法人ということで、あれですかね、お金は寄付、企業さんからの寄付、なんか一応トヨタ自動車さんとかなんか載ってましたけどね、日本企業もよく約30社以上からですね、ご寄付をいただいて、出資にご賛同いただいている企業からいただいて、我々がそれを使って、それはこちらの現地法人、アメリカ法人から寄付をいただくとか、そういう感じ、本社から、ほぼは基本的には日本本社です。日本本社ですか、はい、結構でも運営費かかりますよね、こんだけね、運営しようと思ったらね、それなりにね、やっぱり、まだそういった意味では日本企業かなりご賛同いただいておりますが、まだまだこう USJ は何もかというのを持っている企業さんも多いですし、やはり我々としては寄付をもらってやるんではなくて、やっぱり研究発信をどんどんしていって、中身を見てもらって、それで次にまた寄付につなげていくというような好循環を求めて今考えていますので。そういうことですか。研究者は常駐の研究者とかいるってわけではないんですか、なんかその、あくまでもネットワークを作る組織という、そういうイメージですかね。そういった意味だと常駐って言い方は変ですけども、5大学にいる専任教授教員は全部研究者と、そういう形で、そのネットワークでプロジェクトを作って、じゃあそのプロジェクト的には誰なのかというような形で、そのプロジェクトが終われば、その人たちはまたあれなんですけども、そういう点だと5大学にいる先人は全部我々がいつでも声かけてご賛同いただければ研究プロジェクトが成り立つという、ちょっとそういった意味では強みです、ね、そういうのがあるんです。奨学金も出してるんですか、それはまた別なんですか、それはまたそういうわけではないんです、ね、じゃあまたまたここにいるそのなんか結構頑張ってる人にちょっと来てもらって今日お話をしてもらってるっていう、そういう感じですね。もちろん、米国の研究者ですとか5大学以外の研究者にこうお願いしたり、あとはシンクタンクの方ですとか、シンクタンクとかね、もちろんその謝礼みたいなのは当然払ってますけど、基本的には非常にボランティアベースで、ボランティアベースでやってるってことなんですね、わかりました、ありがとうございます、どうも、はい、お願いします。